ずっと前の夏、私たちの前に現れた怪異の話。私と姉の霊線は、夏休暇の間祖父母の家に帰省していた。祖父母の家は田舎にあったので、辺り一面田んぼに囲まれていた。ここであんなものが見えなければ。祖父母の家に着いた私たちは、早速外へ遊びに行った。へい、行くよ、田んぼでカエルさん探そう。うん。おやつの時間には戻るのよ。はーい。爽やかな風を浴びながら、霊線と田んぼの周りを駆け回った。そして日が昇りきり、真昼に差し掛かった頃、ピタリと風が止んだ。はぁ、あ、暑い。お腹も空いたし、そろそろばあちゃん家に戻るさ。おやつ何をさね？ちらっと見たけどリンゴ屋のお団子買ってくれてたよ。本当さか、あそこのお団子大好きなんだ。あれ？家の帰り道、遠くの方を見ていた霊線が何かに気づいた。どうした？でかいカエルでも見つけたおさか。うん、田んぼのずっと向こうの方、何か見えない？向こうの方？あのカカシがどうしたおさ？よく見て、あれ、風もないのに何か動いてない？遠くてよくわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体が確かにくねくねと動いている。あれはきっと新種のカカシウサよ。動くカカシを農家の人か誰かが考えたんだ。多分風で動くようできてるんだよ。でも、今風は止んでるわよ。じゃあ電動とかじゃないのか？そこまでする？それに水田の上よ。まあなんでもいいウサよ。帰っておやつ食べるぞ。早くおやつが食べたかった私をよそに、霊線はあのカカシのことが気になっていたようだった。家に戻りおやつを食べてる時も、霊線はあれが気になってしょうがなかったようだった。で、やっぱりあれが何なのか確かめてみない？うちの近くに正体不明のカカシがあったら怖いでしょ？そう言われ私もあの白いカカシを見に行くことにした。いたうさ。うん、あれの正体を暴いてやろう。好奇心はウサギをも殺す、ということわざがあるがその通りだった。あれは見てはいけないものだったとも知らずに。先に私が見るわね。ちくわぶ、ファイトー、ってね。何だったかわかったウサ？あれは。霊線が私に見たものについて教えようとしたとき、顔がみるみる真っ青になっていき、冷や汗を流して。わからない方がいい。くねくね、寝たら来る。おい、あれは何だったんだウサよ。霊線は何も答えず、そのままひたひたと家に戻っていった。私は霊線を真っ青にしたあの白い物体を見てやろうと、落ちてるちくわぶを拾おうとしたが、先ほどの言葉を聞いたせいか見る勇気が出ない。私が意を決してあれを覗こうと立ち上がったとき。おーい、デイ。あの白い物体を見てはダメだ。見たのか、お前、その双眼鏡で見たのか？霊線があれを見て顔が青くなったから、何だったのか私も見ようと思って。よかった、デイはまだあれを見ていないんだな。まだ。そう答えると私は訳のわからないまま家に連れ戻された。家に帰った私は言葉を失った。霊線が狂ったように笑いながら、ボソボソと何か喋っていた。あはは、くねくね、寝たら狂うぞ。私は狂った霊線の姿に、あの白い物体以上の恐怖感を覚えた。恐怖で固まっていた私に祖母はこう言った。よく聞いて。お姉ちゃんはもうダメかもしれない。夏の間うちで預かって、もし治らなかったら。お姉ちゃんのことはもう忘れなさい。その日の夜から帰る日になっても、霊線は狂ったままだった。あはは、くねくね、くねくね。祖母の言っていた、忘れなさい、の意味が、この時嫌でも理解できてしまった。そしてとうとう実家から帰る日が来た。手を振る祖母の傍ら、変わり果てた霊線が一瞬、私に手を振ったように見えた。遠ざかっていく中、霊線の表情を見ようと双眼鏡で覗いたら、霊線は確かに泣いていた。表情は笑っていたが、今まで霊線が一度も見せなかったような、最初で最後の、悲しい笑顔だった。私は霊線と、広い田園を駆け回って遊んだ思い出を心に刻もうと、田んぼを双眼鏡で覗き続けた。その時だった。
見てはいけないとわかっているものを、間近で見てしまったのだ。あはは、くねくね、見たら狂うぞ。くねくね、見たら狂う。おはようデイ、気分はどう？おかん、どうして？私はくねくねを見てしまったのに。霊仙とあなたがおかしくなったって、おばあ様たちから連絡が入ったのよ。でももう大丈夫、この月の頭脳に治せない症状なんてないわ。マジうさか、おかんと一緒でほんとよかったうさ。それで、霊仙は？ああ、あの子なら。能力が酷似していたこともあってくねくねをスカウトしてきたわよ。怪獣下から東方神秘録っていうゲームで技として使うんですって。もうなんでもありじゃねえかうさ。こうして私の技にくねくねと。オカルト必殺技、見たら狂うぞ、が生まれたのであった。ご視聴ありがとうございました。動画を気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。不定期更新ですので、ベルマークも押していただけると嬉しいよさ。それではまた、次回の動画でお会いするぞ。幻想郷